地方創生というのは地方に仕事を作る、一定の所得になれば地方で皆さん住むようになるんです。人の流れを作る、そして地方の特色ある町を作る。総務大臣の時にふるさと納税というのを作りました。作った当初は81億円だったんです。たった10年で1兆円を超えそうになったんです。それだけの市場が地方を中心に出てきているということです。このふるさと納税って仕組みが巨大な利権を作り出してるんじゃないかみたいなことを言う人たちも多いと思うんですよ。つまりそのふるさと納税というのは菅さんが作り出した巨大な代理店利権なのではないかみたいな話。何やっても批判されるんだろうなと思いました。驚きました、そんな批判をする人に。観光客の人たちを受け入れるだけのインフラがこの国にないんじゃないか。でその典型がタクシーが全然来ない問題。これだけ足りない、いろんな観光地で悲鳴を上げてます。ライドシェアの解禁については肯定的でいらっしゃいますか？私は今そう思ってます。これはまあいろんな、これ都内にも意見があるんですけども、議論していきたいと思います。第99代内閣総理大臣菅義偉様、そして経済学者の成田悠輔様です。皆様大きな拍手でお迎えください。それではまずはお二方より一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。まずは菅様、よろしくお願いいたします。長野の皆さん、こんにちは。衆議院議員の菅でございます。今日は成田さんと一緒に地方創生の実行についてしっかりと議論していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。菅様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続いて成田様、お願いいたします。こんにちは、成田と申します。脇役のインタビュアーとしてのこのこと出てまいりました。なんか今日ボディチェックとか金属探知機とかがすごいらしいということで、皆さんのボディチェックが終わらないためにイベントがスタートしてもまだ席に座れてない方がいるっていうイベントに出席するのは初めてで、ちょっと緊張しているところです。で、このイベントが始まる前にネットでこのイベントについての告知情報についてブーブー文句を言ってる人たちの情報をちょっとかき集めて時間の無駄をしてたんですが、まあ、そうしたらいろいろ罵詈雑言がネットに渦巻いておりまして、例えば一個読み上げると、ひどいイベントだ、菅さんがふるさと納税自慢をし、それを成田がごまをすり、で青年会議所連中がどうせ拍手するんだろう、聞く価値なし、そういうイベントにならないように気をつけたいなと思っているところです。よろしくお願いします。成田様ありがとうございます。よろしくお願いいたします。では早速第1部、地方創生の可能性、始めてまいりましょう。早速ですが成田様の考える、ざっくりですが、地方創生とは一体どんなものなんでしょうか。まあ、ご自身の解釈でしたりお考えあればぜひお聞かせいただけますでしょうか。地方創生とはですか。はい。だいぶざっくりしてますよね。どうなんでしょう。一個思うのは、この後その菅さんがすごく具体的なことをお話しされると思うので、僕の方はそのざっくりふわっとした話をしてみたいと思うんですが、その地方創生っていうと、その地域の癖を出していく、悪を出していくってことが大事なんじゃないかって気がするんですよね。っていうのは、その地方創生みたいなことを議論しようとすると、どうしてもこう、地方創生一般について、国の立場とか、トップダウンの観点から、どの地域にも当てはめられるような政策とか、チップスみたいなものを考えてしまう傾向があると思うんですよ。だけど、その地方の良さとか地域の良さっていうのは、まあ、そもそも、その地域にしかないものとか、その知識でしか得られないもの、経験できないものっていうのが最終的には大事になるわけですよね。で、地方のなんか名産品とか特産品とか名物料理とか見てみればわかる通り、まあ、大体その地域の名物っていうのは、
ちょっと下手物的な部分っていうのがあるものなんじゃないかと思うんですよ。大体名物料理とかってよくよく慎重になって食べてみるとそんなにうまくもなんともないっていう場合多いじゃないですか。まあ、っていうのはそれは当たり前だと思っていて、その地域の名物みたいになるってことは他の地域にないってことなんで、もし単純に美味しいものとか単純にいいものみたいなものだったら他の地域にもどんどん流れていって全国津々浦々をこう支配してしまうと思うんですよね。ということはその地域の良さっていうのを作り出していくっていうことは、分かりやすい美味しいとか分かりやすく快適だとか分かりやすく質がいいみたいなものとは全然違う独特ですごく癖の強い個性みたいなものを忘れない、それを消去しないっていうことにたどり着くのかなと思うんですよね。なので地方創生みたいなことを議論するときにどうしてもその地域の個性を忘れて一般論議論しがちだと思うんですが、例えば長野であれば他の地域にはない長野のちょっと眉を潜めてしまうような個性とか、これは本当にいいんだろうか、美味しいんだろうかと悩んでしまうようなよくわからない変人さみたいなのを大切にするっていうことが大事なのかなという気がしてます。ありがとうございます。その地域地域が持っているアイデンティティを、まあ、その皆さんが受け入れていくことからまずスタートっていうところになりますかね。そうすると変なところとか、はい、良くないように見えるところを消さない、効率の悪さとかを改善しすぎないってことが大事なのかなと思いました。ありがとうございます。では続いて地方創生には造詣が深い菅前総理にも伺っていきましょう。まあ、これまでの政治活動の中で本当にさまざまな取り組みや政策実行されてきたかと思いますが、具体的にこう地方創生につながっていったなと思われる取り組みについてぜひお話しいただけますか。地方創生というのは地方に仕事を作る、そして地方に人の流れを作る、そして地方の特色ある町を作る、そうしたことが基本になるんだろうと思っています。仕事を作る意味においてふるさと納税、農林水産品の輸出、そしてインバウンド、こうしたことがしっかり行われることが大事だというふうに思っています。私は総務大臣の時にふるさと納税というのを作りました。ふるさと納税作った当初は81億円だったんです。安倍二次政権になって手続きを簡素化しました。ワンストップでできるようにしました。そうしたら10年ぐらい100億円程度だったのが一挙に1000億円増えたんです。それから1000億円ずつ増えて、コロナ前までに4900億円ぐらいになったんです。コロナになって6700、21年に8300、そして去年は9654億、たった10年で1兆円を超えそうになったんです。それだけの市場が地方を中心に出てきているということです。安倍さんは、安倍晋三という政治家は地方を大事にした政治家であり、安倍政権で地方創生というものを立ち上げたんですけども、そのためにふるさと納税、そして農林水産品の輸出にも力を入れました。それは役所に輸出本部というものを農林水産省に作って徹底して輸出に力を入れたんです。結果として4500億だったのが去年は1兆4000億になってます。ここにも新しい1兆円の市場ができた。さらにインバウンドです。インバウンドで第二次政権発足当時は836万人でした。
日本を観光立国にする宣言をして、世界に向けて日本に来てもらうための体制を整えました。日本が836万人の時、韓国が1000万を超え、タイも香港も1000万人を、本も台湾も1000万人を超えてたんです。これだけの人口と経済力、歴史伝統文化、国立公園、そうしたものがある日本としてなぜこんなに少ないんだろうと。それはビザを非常に厳しくして日本に来れないようにしてたんです。そのビザを他の国と同じように変えたんです。そうしたら面白いように増えまして、4倍ぐらいになったんです。836万人が3188万人になりました。消費額も1兆805億円が4兆8000億円になったんです。こうしたことも地方創生に大きく貢献をすることができているというふうに思っています。そしてインバウンドの人が3100万を超えてきたら、地方の地価が27年ぶりに値上がりを始めたんです。やはり仕事を作る、人の流れを作る、そうしたことというのはいろんな意味で地方に大きな変化を与える、そうしたことにつながるだろうというふうに思っております。ありがとうございました。ということで、ふるさと納税、インバウンドでしたり、農林水産品の、輸出の拡大、そういった観点から今お話を伺いましたが、では、成田様の考えるこの地方創生と合わせて今お話を伺ってきましたが、ここからは成田様に少し進行をお任せいたしまして、トークセッション形式でお二方のお話をぜひお伺いしたいかと思いますが、成田様いかがでしょう。お願いしてもいいでしょうか。今その3つのテーマについてお話しいただいて、そのここ10年ぐらいで すごくはっきりした数字の伸びとか実績みたいなものが出てきたっていう話があったと思うんですよね。で、今現在からこう未来を見据えた時に、まだ達成できてないけど達成しなければならないと思われるような、なんか目標設定みたいなものとか、あるいは今お話しされた3つのテーマ以外で地方創生絡みでここに取り組まなくちゃいけないみたいな、こう未来に向けたイメージってお持ちですか。まず地方創生というのは、何といっても地方には農家がたくさんの方がいらっしゃいますから、農業で所得を上げる、地方で所得を上げることが地方創生って一番大事だと思うんです。一定の所得になれば地方で皆さん住むようになるんです。そういうことを考えたときに、農林水産品の輸出も2025年に2兆円という目標を掲げています。そしてインバウンドは2030年に6000万人の目標を掲げています。こうしたことを推進をしていくことが大事だと思いますし、それだけ市場が増えるわけですから、ふるさと納税については、10年前私、さっき言いましたけど、100億円ぐらいでしたから、一挙に100倍になったんです。ただ、参加をしている人は891万人なんです。まだまだ増えていくと思ってます。ふるさと納税をしている人が今890万人ぐらいと。そうなんです。ですから、一旦そうした人は、また次の年必ずやってるようですから、そういう意味でふるさと納税もいつの日か、私は1兆円目指して最初にやってるって言ってましたけど、なってしまいましたんで、当然2兆円とかそうした目標というのは必要になってくるだろうというふうに思いますし、それは目標を掲げるというよりも自然にそうなっていくことが望ましいと思っています。それが自然に達成できるようになるために、この制度を変えなくちゃいけないとか、こういう制度を作らなくちゃいけないみたいな、こう具体的なアクションとかネクストステップ的なものっていうのは終わりになるん
でしょうか。ふるさと納税についてはそれぞれの代理店という人ですか、自分の自治体でやってる人もいますけど、違う広告代理店に頼んだりしてますから、そうしたことについては明確に進めていくというんですか、ふるさと納税で寄付すると、寄付した場所に約住民税の2割ぐらい金がかけていくんですけども、そこのうち半分はそこに、そこの自治体で自由に使って、で半分はそのうち3割は提供品とかになるわけですよね。それで2割手続きにもお金がかかりますから、そうしたもののこれだけ一挙に大きくなりましたんで、そうしたものが誰から見ても透明な形にしていくということが、そこは大事だと思いますし、その信頼があればまだまだ増えていく。ふるさと納税はそうだと思ってます。じゃあその手続きの簡略化とか透明化みたいなもので、それからその返礼品が過剰だと思われる部分もありますか。そこは3割まででも決めてます。それは超えないようにということを、はい、国で決めて、総務省で決めてますんで、そこは、たまに逸脱する人がいますけど、そこにはしっかり、例えば何年間はふるさと納税できないとか、そういう処分をしてきてます。うんうんうん、でも、ふるさと納税について考えてみると、僕のような経済学者的な観点からすると、いい側面と悪い側面が明らかにある制度だなっていう気がするんですね。で、いい側面というのは、以前から菅さんがおっしゃってる通り、やっぱり税金っていうと、どうしてもたまたま自分がいる国とか地域に、徴税されて、なんか自分は強制的に取られるだけで、ひたすらなんか苦痛だけが残るっていう感じが普通じゃないですか。で、その時にその税金を納めるっていうことを、もう少し自分が愛着がある場所とか、生まれ育った場所、ふるさとみたいな場所に積極的に自分が寄付をするかのように税金を納める文化っていうのを作れないかっていうのは、まあ、すごくなんか自然な発想なんじゃないかと思うんですよね。で、実際なんかアメリカとかでその税金を納めるっていうことから来る苦痛をどういうふうに和らげるかっていうことを議論するときに、ふるさと納税のこととかが英語圏でも結構議論されたり紹介されたりすることがある印象なんですよね。そう考えると、その税金を納めるってことから感じる人の苦痛をこうどう和らげるか、でさらに人がどこにこう寄付するか選べることによって、自治体間でこう適切な競争を促そう、この点でいうとふるさと納税すごい合理的な仕組みのように見えるんですよ。で、ただ一方でなんか副作用も大きいんじゃないかと思っていて、さっきおっしゃった通り、その手続きにまつわることとか、行き過ぎた返礼品競争みたいなので、ものすごい無駄が発生してるんじゃないかっていう議論も多いと思うんですよね。で、ふるさと納税を批判する人たちって、それをその批判して、場合によっては、なんかこのふるさと納税って仕組みが巨大な利権を作り出してるんじゃないかみたいなことを言う人たちも多いと思うんですよ。つまりそのふるさと納税というのは、菅さんが作り出した巨大な代理店利権なのではないかみたいな話。最近朝日新聞とかもそういう批判をしてたような気がするんですが、その点についてはどう思われますか。まあ、何やっても批判されるんだろうなと思いました。驚きました、そんな批判をする人。で、私実は生まれ育ったのが秋田県の湯沢市という奥羽山脈のふもとの雪深いところで育ちました。農家の長男だったんです。高校卒業して東京出てきて働いて、いろんな紆余曲折を経て、横浜から市会議員になり、国会議員になるんですけども、その時に、やはり自分を育ててくれたふるさとに、何らかの貢献をしたい、そう思っている人は、地方から出てきた人は、ほぼ全員いるだろうと、そう思いました。これは、そんなに反対をされるものではないという形で、総務大臣当時に作ったんですけども、まあそういう意味で、当初先ほど言いましたが100億円程度だったのが10年で1兆になったという、寸前までになったということは、やはり多くの皆さんに
それも自らが変えることですから、私は認められてきてるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なので多分その批判側と今おっしゃったようなふるさと納税のスピリットをこ う, うまく組み合わせるためには、結局そのさっきの返礼品競争みたいなので、事実上どこでも自分のふるさとですって言えるに近い状態に今はあるわけですよね。と考えると、その今おっしゃったようなストーリーが適用されるためには、ふるさとって呼べる場所を人によって限定するみたいなことが大事なのかなって気もするんですが、その点についてどう思われますか。それ全く住んだこともなければ関係もないところに、まあ、そこの返礼品が美味しそうなカニだから単純に寄付するっていうことになると、どうしても返礼品競争が起きやすいのかなっていう気もするんですが、実は私このふるさと農場を作るときに役所は全員反対だったんです。まあ、そういう中でふるさと納税をするふるさとの定義が認められないと法制局が言ってるって言ってきたんです。私威勢のいい時でありましたから、当選4回で総務大臣の時でして、本人がふるさとと思えるところだったらどこでもいいってそう戦えって言ったんですけども、例えばですね、自分の女房の生まれ育ったとことか、あるいは自分が勤務して最初に赴任先だとか勤めた、いろんなところが日本ですから、そこはあっていいだろうなというふうに思ったんです。そういう大激論もしたことを、もう10年以上前ですけど思い出してます今。まあ、なので多分ふるさと納税の仕組みをその建設的に批判側の声も受け入れながら変えるとすると、そのふるさとの定義の話と、やっぱその返礼品の上限が今のままでいいのかっていうことと、やっぱさっきおっしゃってたような代理店とか仲介機能みたいなものがあることによって、その仲介料手数料みたいなのが取られがちになるっていう、この3点あたりが改善できるとさらにいい制度になっていきそうだっていうことなんですかね。仲介マージンについても、そこは代理店に対してですね、役所から厳しく主張させていた、ことにさせて今おります。ですから、まあ、これ毎年毎年改善しながら進めていくということは大事だと思っています。ちなみにほぼ余談なんですが、さっきふるさとの定義について役所と叩かれたときに、威勢の良かった頃だったからとおっしゃってたじゃないですか。はい、僕は菅さん の, 威勢の良かった頃 の, 委員会での発言とかを YouTube で見るのが趣味なんですが。調べてられるとは全然知りませんでした。委員長とか言ってるのを時々見てるんですが、菅さんが威勢の良かった頃からがっしり、ま、守りの菅みたいなスタイルに変わられたのってのは、やっぱ官房長官時代の経験が大きかったんでしょうか。やはり官房長官ですよね。官房長官で午前午後2回記者会見やってましたから、はい、その時の会見場、まあ、できるだけ速やかに私もう次の仕事したいとかですね、それで会見の場での時、面白くもおかしくもないとか批判もされたんですけども、まあ政権をしっかり方向性を作っていくためには、あまり官房長官威勢のいい人でない方がいいのかなと思ってました。でも それによって、その後首相をやられた時に、その官房長官的な守りのスタイルが身についてしま、よくも悪しくも身についてしまったことは、なんかマイナスだったなと思われる部分はありますか。まあ、ただ7年8ヶ月やらせていただきましたから、はい、そういう意味ではし、そこから出してやるようなことは考えてなかったですね。うん、それと私、政治というのは結果を出さなければ国民の皆さんから信頼をされない、そういう時代になっているというふうに思ってますんで、
よく目標を掲げて進めていく、そうした体制になってましたよね。でもその点、そのさ、最近のメディアとかを見てると、そのはっきりした結果みたいなものについて議論するより、結構どうでもいいようなスキャンダルとか言葉尻みたいなので、ギャー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 延々と騒いでるみたいな傾向がものすごく強まってるんじゃないかっていう気が僕の中にあるんですよ。つまりその、まあ、ネットでもあるいはテレビメディアでもいいんですが、大きな政策論とか、過去の政策によってどういうふうに実績が作られたかってことが議論される割合ってものすごく少ないですよね。いや、全くないって言っていいぐらい少ないと思ってます。で、それに比べて僕から見るとほぼどうでもいいと思われるような小さな失言とか、まあ、ちょっと振る舞いがおかしいとか、週刊誌でなんとかみたいなことについてはずっと尺が裂かれるっていう状態じゃないですか。やられてましたね。これをどうにかする方法ってで政治の内側から見られて何か思い浮かばれますか？それとももう社会とかメディアとか世論というのはそういうものだということを前提に動くしかないんですかね。成田さんみたいな人がそうしたことを攻撃してくれるぐらい早くならないじゃないですか。やっぱ僕みたいなのは単純に外から野獣までピーピー言ってる人間なので、どこまで言っても無力っていう部分はあると思うんですよね。でもこれだけ世の中とかメディアの注意の向く方向が、そういうその小さな話、みんなが参加して怒りやすい話ばっかりに向きがちになると、なかなか政治家の人たちもその本当の政策に力を割くっていうのが大変とか難しいんじゃないかなっていう気はしちゃうんですよね。その時にその政治家の人たちが本当に重要な政策にエネルギーを割くためのそのポイントとか重要なことっていうのは何になるんだろうなっていうのが気になるんですが、政策についてはやはり分かりやすく、そして結果を出していくことしかないというふうに思ってます。私自身はそのことに尽きたのかなというふうに思います。そうしないとなかなか国民から理解をされない。しかし政策を作ってそれを実現するのがこれ政治家の役割ですから、そこは臨機応変に進めてきたような感じがしてます。だからそのためにもネットメディアみたいに比較的編集のやり方とかその情報の作り方が自由なところで、その時間がかかる、ちゃんと消化しないと理解できないような政策論みたいなのをちゃんと流していく場を作るっていうのがすごい大事なのかなって気がするんですよね。つまりやっぱテレビとかだとどうしてもこう尺とか枠があんまりにも限られていて、どういう政策が行われた結果としてどういう実績が生まれて、でそこで残ってる課題は何かみたいなことをじっくり議論するみたいなことってものすごい難しいなっていうのは僕は出演者として出てても思うんですよね。うん、まあ、なのでその新しいメディアの力みたいなものをみんなで上げ足取りを取ってして永遠と炎上に次ぐ炎上を作り出す以外の形で使っていくみたいな方向しかないのかなっていう気がしているところですね。すみません、ちょっと逸脱してしまいました。でもさっきふるさと納税とインバウンドとそれから農水産物の輸出の話があって、でふるさと納税について議論させていただいたじゃないですか。でインバウンドについてもちょっと伺いたいんですが、ふるさと納税と同じようにそのインバウンドも、まあ、コロナの期間を除けば驚くぐらい伸びたことによって、はい、いろんな予期してなかった副作用みたいなものも議論されてると思うんですね。はい、例えばその観光客の人たちを受け入れるだけのインフラがこの国にないんじゃないか。でその典型が例えばタクシー問題とかが最近大騒ぎされていて、東京でものような大都市でも地方でもタクシーが全然来ない問題で、その割にウーバーみたいなそのライドシェアサービスとかがあるわけでもないので、空港とかに観光客の人たちが行列を作っていて永遠とタクシーが来るのを待っているみたいな状態があるっていう話があったりすると思うんですね。はい、でそういうそのインバウンドなんかぐっと伸びていった時にそれをこう受け入れるための交通インフラとか宿泊インフラみたいなものをこう整えていくとかが大事になってくるんだと思うんですが、その点でやらなくちゃいけないと思われることって何か思い浮かばれますか？今ウーバーの話が出ましたけども、はい、これだけ現実問題として足りない、
いろんな観光地で悲鳴を上げてます。まあ、そうしたことも私は鑑みていくべきじゃないかなというふうに思い始めてます。でライドシェアの解禁については肯定的でいらっしゃいますか？いや、私は今そう思ってます。これはいろんな、これ都内にも意見があるんですけども、これだけ人手不足になってきたら、そうした方向も必要かなというふうに思ってます。議論していきたいと思います。それではすみませんが、お時間が迫ってまいりましたので、はい、途中になってしまいましたが、この後第2部でそのインバウンドのお話、そして農林水産品のお話も、引き続きしていければと思っております。地方都市がインバウンドを積極的にこう取り入れていくというときに、一番何がこう必要と考えられますでしょうか？日本の農林水産品は世界で安全で美味しい、農家の人の所得を上げるには国内はもちろんですけども、海外に流通して高い価格をつけてます。日本人ってつつましくて、いいものをすごい高い値段でふっかけて売るって苦手じゃないですか。すごいいいものをとてつもなく高い値段で売り払う、ふっかける文化みたいなのをもうちょっと作ってもいいんじゃないかなって気がします。残酷な事実としては、日本全体で見るともう人口減少は避けられない運命なわけじゃないですか。ガンガン成長していこうと考える地域と、適切に畳んでいく、縮小していくことを選ぶ自治体っていうのが共存しているんでいいんだと思うんですよね。その地方創生のあり方とかタイプっていうのが何種類か出てくるってことなんじゃないかな。長野っていうのは非常にインバウンドの可能性のあるところだというふうに思ってます。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本部だけなかったちょこっとしたちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんともライブにやり取りしながら、お話をさせていただくと、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。